サウンドロケット TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。2023年8月26日土曜日でございますけれども、吉祥寺クレッシェンドでメディアのライブがございます。ついに完全復活でございます。こちらの動画、ペペちゃんとね、あのヒカルちゃんの生誕祭にメディアで、3曲だけなんですけれども、復活ということでさせていただいたんですけども、もう今回の場合はですね、もうメンバーが全員決まって、もう完全復活ということで、あの3曲で終わるわけじゃないんでね、ちゃんとね、あのライブとして成立するような曲数でやらせていただくということで、まさかここまでメディアがねできるとは思っていませんでした。ぶっちゃけた話ね、最初にペペちゃんとヒカルちゃんの生誕祭でやってみるみたいな感じで、じゃあ、 少しだけやらせてもらいますみたいな程度だったんですけど、そこからあれよあれよという間に、なんかもうじゃあ本格的にやっちゃうみたいな流れになるとは、あの時はまさか全然思ってなかったんですけれども、はい、ついに完全復活ということで、しっかりと今後もメディアとして活動しようということで、その第1弾が今回のこのライブでございます。ボーカルは J、 ギターは私工事隊長でございます。そしてドラムがアイドル田村ということなんですが、ベースは誰なのかと気になっている方もいらっしゃるかと思いますけれども、ベーシストはですね、元パッションローズの秀美になりました。見てください、超イケメンよ。メディアに似合うかどうかはわからない。まあ J とすごい秀美って仲良かったんで、まあ、そのつながりで、話をして、最初はね、いやまあちょっと軽く手伝い程度ならって感じだったんだけど、あのリハを重ねていくうちにね、あのみんな本気になっちゃったっていうことで、アイドルもそうなんですけれども、秀美も最初はまあ、まあそんな本気じゃなかったらって感じだったけど、そのぐらいちょっと今楽しくやってるんですけれども、こちらの動画ヘビーの方でね、いろんなメディアの活動を皆様に見ていただいてるんですけど、ずーっとねモザイクかかってたっていうことで、あれは秀美なんですよ実は。まあ、今年に入ってからなんですけど、もう何回も、実はリハに入っておりまして、でそのたんびにあの秀美が映らないようにして、映った場合はモザイクをかけてって、私的には大変だったんですけれども、はい、ついに発表ということで、もうなのでリハも何回も入ってますし、実はもう曲も作り始めたりしております。まあ私ばっかりね、メディアのことで喋ってもしょうがないので、他メンバー秀美も含めてね、あの J とアイドル田村と秀美に、インタビューしてきたので、そちらをご覧くださいませ。どうぞ。皆さんこんにちは、ベースの秀美です。よろしくお願いします。この度、まあ縁あって、メディアに加入することになりました。縁あってっていうより、口説かれちゃったみたいな感じですかね。私パッションローズというバンドでベースを弾いてまして、その時に、まあ、ドラゴンとよく一緒にやってましたと。まあその縁で清志さんとは、まあちょっと音沙汰切れていった時もあるんですけれども、まあ最近もよく会っていて、で去年2022年11月ですかね、ロックメーカーのイベントあった時に、見に行きましたと。そしたらメディアが出るよと。まあメディアが出るから誘われたというかですね、まあ、そのイベント毎年見には行ってたんですけれども、まあ、そこで工事隊長と田村さんと初めて会ってと。でその時はまあ、あ、YouTube で見てるこんな人だっていうふうに挨拶をしたんですけれども、実は僕高校生の頃にメディアいっぺん見てるんですよね。あのボーカルは違う方だったんですけれども、まあ、それで知っていて、ああメディアの方だなんて思って緊張して喋ってたんですけれども、ああだこうだって、加入することになりました。あの僕自体はパッションローズ辞めてからいろいろバンドやったりはしたんですけれども、30手前で一遍、まあ、プロになるのを諦めようということで、そこから趣味でですね、ちょこちょこやってましたと。ただまあ生活とかも落ち着いて45ぐらいからは結構本気でやったりとかは、まあ、別のジャンルでですね CD 出したり、ちょっと海外でプレイする機会もあったりとかやってたんですけれども、ここ最近はカバーバンドでイベントあったら、まあ、ちょっと声を かけてくれる人とかもいて、それでやってたという状況です。最初話もらった時にはそういうペース、まあのんびりと、気が向いた時にタイミングが合えばみたいな感じで考えてたんですけれども、まあ、メディアもですね、そんなカ
つかつやるっていう話じゃなくて、まあ大人のペースで、やっていくということなので、まああと一回お酒飲んでみたら、まあ皆さん楽しいなということで、音楽さん飲み7ぐらいのパワーで、今後とも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。違うな、こっち向くのかな。はい。さっき言ったようにカバーバンドはちょいちょいやってて、まあそれが先輩たちだったり、とても上手い方だったりっていう緊張はあるんですけれども、今回のメディアのライブはメディアというバンドを見に来る、いや古い昔のですねメディアというバンドを見に来る方がどのぐらいいるかわかんないんですけれども、ベースだけまあ違うという見られ方、あとはちょっとご無沙汰な、秀美がですね、一体メディアでどういうプレーをするんだろうという見られ方もするのかなという、ちょっと独特の緊張感があるかなと思ってます。なんだかんだですねギターが2本いるバンドが多かったんですけれども、ギター1本なので視線がですねその分こっちに来るっていうのもそれなりの緊張感があると思います。少なくともバンド全体でですね、まあ足を引っ張ることはないとは思うんですけれども、ちゃんとバンドっぽいものをですね、皆さんにお見せしたいなというふうに思っています。8月26、メディア復活、正式復活、第一発目のライブ、頑張って参ります。よろしくお願いします。秀美の加入に関しては付き合い長いんで、任せて安心っていうかね、彼にはね、人間性含めて、もう彼に入ってくれればもうちょっとメディアいけるぞみたいな感じはあるかな。8月26日にライブをやります。まあ、ライブに向けてね、今ね、すごい曲を作ってるんだけど、作ってるって言っても昔の曲をね、やり直したり、いろいろこう、やってるんだけど、まあ、80年代の曲なんだけれども、まぁ、ちょっとね、今聴いて若い子聴いたらわかんないけど、まぁ、ちょっとね、みんなこう楽しめるようなね、曲になると思うんで、ぜひ皆さん、見に来てください。飯塚と違って、飯塚は縁の下の力持ちみたいなベースプレーだったんだけど、ヒデミンが入ったらそれプラス、まあリズム体はもうしっかりしてるんだけど、それプラス、こうアグレッシブに攻めるベーシストっていうの。だから、なかなか面白いと思いますよね、あれは。今までにない、うちらのね、まあうちらのつっても飯塚としかやってないからあれなんだけど、ちょっと違う意味でのメディアが見えるとは思います。全然変わって、ではいないんだけど、新しい、風が吹くような面白いメディアになると思います。自分自身30何年ぶりに去年ライブやって、まあそこからまた火がついちゃって今の流れなんだけれども、まあ最初は趣味みたいに始めたんだけど、これからまあそれ以上に楽しくみんなで盛り上がってニューメディアを見せたいと思いますので、ぜひ来てください。頑張ります。はい、いかがでございますかね。みんなの意気込みというかね、そういうのを取ってきたんですけれども、まあね、みんないろんなこと言ってますけれども、本当にすごく真剣にメディアっていうものをやろうということで、みんな頑張ってやっていきたいと思ってますので、ぜひ応援していただきたいなということなんですが、ここでメディアの復活ということで、もう一つ復活させるものがあるということで、こちらをご覧ください。じゃじゃーんと、はい、こちらなんかご覧になったことある方多いかなと思うんですが、これは私の、生まれて初めて買ったギターでございますけれども、メディアの復活の時にこれを使おうということで、いろいろカスタムしていただきました。こちらの動画、以前ね、リペアしましたということでアップしたんですけれども、さらに、こちらをカスタムしたということで、こんな感じになっております。どう、あれなんだろうこの傷とか思っちゃったでしょね。これはね、レリック仕様にしていただいたということでこれレリックって多分賛否両論あるのかなと思うんだけど、もう俺はもうほんと傷ついたギターが大好きなんで、もうやっちゃってくださいみたいな感じでやっていただいたということで、あとね、今後ろに映ってるこのね、俺の、あ、この辺か、俺のねメインギターのこのエクリプスちゃんでございますけれども、ほぼ同じ仕様にしていただきました。ここだけシングルになってるけど、EMG に変えてもらって、
リチューナーも全部ついてますし、ほぼほぼ同じ状態です。ネックも変えていただきました。俺ね、メイプルネックじゃなくてあのローズシバンのとかこういうのが好きなので、これに変えていただきました。はい、塗装もこうやってね、ちょっとオールドっぽく色をね変えてもらったりとかいろいろしてます。まあこいつの詳細はまたね、あの違う動画を撮ろうと思ってますので、まあとりあえずこのメディアはこのギターでいくよということで覚えておいてくださいませ。かっこいい。まあそういうわけでですね、まあ本当にいろんな思いがメディアにはありますでね、やっと復活ということで、まあ、やっと復活じゃねえな、もう俺からしたら奇跡の復活かな。まさかメディアが動くとは思ってなかったんで、まあ、ガキの頃からのメンバーね、オリジナルメンバーが俺も含めて3人もちゃんと残ってるって、まあ、これちゃんとしてる復活かなって俺は思うんですよ。いろんな形態があると思うんですよ。でもやっぱりメンバーがいなくなっちゃったりっていうのは多いじゃないですか。やらないっていう方も多いと思うんですよね。その中で、まあアイドルもそうだし J もそうだけど、2人とも全然音楽をもう離れてたのにまたやるってなったっていうのはすごく嬉しかったし、それをね今後も活動していけるっていうのはとても嬉しいことかなと思うし、まあ本当に奇跡かなと思います。まあその中でね、秀美がベースで入ってくれて、まあ、完全に動けるようになったっていうのもすごく嬉しかったし、ありがたいなということでございます。まあメディアに携わってきた人たち、今やってないやつとかも含めてね、ボーカルもいっぱいいたし、まあ飯塚はね亡くなってしまったということで、まあ彼らと一緒に俺はステージに立つつもりでいつもメディアをやろうと思ってるので、そういう点でもね、注目してほしいですし、そういう思いで、見てほしいなとも思っております。ヘビーの方のね動画を見てもらえるとわかると思うんですが、みんなねおじちゃんになっちゃって飲みながらのシーンとかが多いんだけど、まあ、語ってることは20歳の頃から何にも変わってないし、むしろあの頃よりも熱いのかなっていう気もするし、それ全員ねすごく楽しんでるし、まあ、本当に青春が帰ってきたみたいな感覚で今やってるので、まあ、メディアバイブスっていうバンドも俺は活動してますが、それとは全く別の、全然違う感覚のまたバンド活動かなと思って、すごい楽しんでやれてるというのが本当に嬉しいですし、まあ、まさに青春かなという感じでございます。まあ、曲に関して言うと、本当はねいろいろアレンジしようと思ったんですよ。まあ、原曲のままの方がいいんじゃないっていう意見もあって、まあ確かにそりゃそうだなと、あの頃に作った曲はあの頃のそういう思いがあるわけだからっていうのはちょっとあったので、まあガラッと変えちゃった曲もあるんだけど、原曲にほぼほぼ近い曲もある。だからアレンジはしてるけど、あんまり手は加えないようにしてます。本当にちょこっとちょこっと加えてるって感じ。まあガラッと変えちゃった曲も1曲だけあるんだけど、その辺もまた含めてね楽しんでもらえたらなと思いますし、実はまあ新曲の方もね作っておりますので、それはそれで今度は逆に新しいメディアの形としてね出していけたらなと思いますので、その辺も、まあ、ライブも含めてね楽しんでいただけたらなと思います。まあ、メンバー4人全員いろんな思いを持ってね、今回のこのライブ完全復活ということで挑もうと思っておりますので、ぜひとも皆様遊びに来ていただけたらなと思いますし、まあ、今後のね俺たちの青春を追いかけていただけたらなと。みんながね若い頃の時のようにね、瞳だけは本当キラキラ輝いてると思うんですよ。おっさんなんだけどそういうのもね一緒に楽しんでいただけたらなと思いますので、今後ねいろいろメディアの活動を注目していただけたらなと思います。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメント、お便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。